はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の等式の証明丸2をお送りします。で、ね、前回から等式の証明が始まって、これで2本目で、今回はまた前回とね違うタイプの問題を2問取り上げていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらってね、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はね、両方とも特徴がある、特徴がある問題を取り上げてます。で、まず1番に関しては、もうこれです。b 分の a イコール d 分の c、まあ、分数イコール分数という条件があって、これの時にこれが成り立つことを証明しようっていう問題になってる。で、このね、分数イコール分数、まあ、b 分の a イコール d 分の c となってますけど、今回これがスタートになってたらもうこっから始める。 b 分の a イコール d 分の c イコール k と置いてください。で、これはね、個人的にこれ K が not イコール0、0じゃないよって書いちゃうんですけど、 K と置くんです。で、置くとどうなるかっていうと、これも先に書いちゃうね。実は A が、はい、間違えました順番間違えた。 A イコール BK、 そして、C イコールDK と表すことができます。 A イコール BK、 C イコール DK です。で、なんでこうなるかっていうと、これですね、まあ、イコールが2個つながってるんで分かりにくいんですが、今こことここだけちょっとピックアップします。 B 分の A イコール K ね。 B 分の A イコール K、 これさ、両辺に B かけるんだよ。 B かける、そうするとこっち側 B 消えるね、約分して。で、 B かけるからこっち B つくね。はい、 A イコール BK ってなるでしょ。で、こっちも D 分の C イコール K、 両辺 D をかけると消えて D がつくから C イコール DK ってなるんだよね。つまり K をこうやって置くことによって、まあ、分数じゃなくなるんです。で、なんでこんなことするかっていうと、これでこれを当てはめていきます。で、今またね、左辺と右辺が同じことを証明したい、まあ、いろんなタイプの問題の解き方がありましたけど、今回は左辺と右辺をそれぞれ計算して同じですよねと、その方針でいきます。なので、じゃ左辺いきましょう。で、左辺これだよね。で、今 A と C の部分に置き換えることができるので、今 A と B しか使ってないから、この A のところに BK を入れます。で、A の2乗なので、これの2乗、つまりこれの2乗だから、B の2乗を K の2乗になります。いいね。で、それを書くと B の2乗 K の2乗プラス B の2乗、ここ変わらないからね。で、分の上も同じだね。 B の2乗 K の2乗で、マイナス B の2乗になります。で、この後何するかっていうと、分母と分子全部 B の2乗があるので、それぞれ B の2乗でくくり出してください。そうすると、下はね、B の2乗前に出します。こっから B の2乗取ったから、K の2乗が残る。で、気をつけなきゃいけないのがここ。B の2乗から B の2乗取ったらなくなるのではなくって、1が残るからね。こうやって。こうしないと、B の2乗もう一回配り直した時にこれに戻らないから。1が残る。で、これで OK。で、上も B の2乗でくくると、K の2乗マイナス1となります。同じような感じでね。で、 B の2乗が上と下にあるので、これ約分して消しちゃいましょう。こうやって、そうすると残ったのが K の2乗プラス 1K の2乗マイナス1となりました。これが左辺がこうなったよって。で、次に右辺計算していきます。右辺ね。で、右辺は今度 C の、こっちか、C のところを置き換えることができます。D は置き換えられないから。で、C のところに DK を入れる。ここにね、DK を入れると、まず、D の2乗、K の2乗になります。左下ここね。で、
プラス D の2乗分の D の2乗を K の2乗マイナス D の2乗です。いいかな。で、同じような感じで上と、今度は D の2乗でくくる、上と下をね。で、くくると下が D の2乗 K の2乗プラス1で、分子が D の2乗 K の2乗マイナス1になります。で、同じように D の2乗で約分すると、で、残るのが K の2乗プラス1 K の2乗マイナス1、左辺と右辺同じものだよねってなるんです。これでいいかな。だからこれで同じになったので、最後よってこれでしたよってこと書けばいいから、 A の2乗これ入ってる？あ、ギリギリだね。 B の2乗分の A の2乗マイナス B の2乗イコール C の2乗プラス D の2乗分の C の2乗マイナス D の2乗と、ちょっと書けないんでこっち行こうか。これで終了となります。いいかな、まあ、こんな感じでやってください。で、ここに関しては左辺引く右辺を、ね、やってゼロになるのももちろん構わないんですけど、ちょっとね、書く量が多いんで分けた方がやりやすいかなとは思う。まあでもそれよりもポイントはここだね、 K と置くっていう部分。よし、じゃあ2番いきましょう。で、今度2番の特徴はもうここだね、 A 対 B 対 C イコール2対3対4で、まあ ABC ノットイコールゼロもついてますけど、その時にこれの値を求めます。今回証明じゃなくて値求める方ね。で、なんで今回この1番2番並べたかっていうと、これ同じなんですやり方基本的に。で、どう同じかっていうと K を使って置くっていう。で、こっちに関してはまあ俺の書き方はね、 K を定数としてと、まあ K を使うよってことね、今 K を定数としてこれを使って表すと、実はですね、この部分からA イコール 2K、B イコール 3K、C イコール 4K と表すことができます。K を使うとね。で、なんでこんなんなるかっていうところ、これもぜひ覚えておいてほしいんですけど、実はですね、この分数イコール分数とこの比の書き方、これね、すごい一致するところがあって、これあるじゃないですか、 A 対 B 対 C イコール2対3対4、これ書き換えると A と2、ここ一番左ね、2分の A って書きます。次 B と3イコール3分の B、 次 C と4イコール4分の C、 これとこれ同じ意味になります。だから逆を言うと、これあったじゃん、 B 分の A イコール D 分の C、これも A 対 C イコール B 対 D と同じになるんです。いや、 A 対 C イコール B 対 D ね。で、これと同じなので、さっきと同じように、まあ、これイコール K を置こうと、そうすると A イコール 2K になるね。同じように考えると、さっき両辺に2をかけると A イコール 2K、 ここを取り上げると両辺に3かければ B イコール 3K、 C イコール 4K になる。なので、この出し方とこの出され方をしたときは、こういうふうに K を使って置くことができます。で、これさえ乗り切っちゃえば、この値を出す問題とかめっちゃ楽です。どうやるかっていうと、もう A と B と C 置き換えられるから、全部置き換えるこれ。いい？で、まずは様式使っちゃおうかな。あ、また、なんだ、様式の4のね、漢字を書き順がおかしくなる。様式ね。この式は、まずここ、A の2乗なんで 2K の2乗、暗算して書いていくよ。4K の2乗だね。プラス B の2乗、つまり 3K の2乗だから、9K の2乗、プラス C の2乗だから 4K の2乗なんで、16K の2乗となります。ほい、分の。で、次が AB です、ここ。だから AB だから 2K と 3K かければいいでしょ。つまり 6K の2乗プラス BC なんでここかけるから 12K の2乗プラス CA だからここかけて 8K の2乗となります。で、これは分母と分子を分けて計算する、普通に足し算だから。
全部 K の2乗で揃ってるんで4916足すと29か 29K の2乗分の上も K の2乗揃ってるので全部足すと 26K の2乗となります。そうすると分母も分子も K の2乗があるので約分消すことができる。つまり残った値は29分の26と、これで終了となります。いいかな。まあね、これよりもね、あの同じタイプの問題なんだけどもっと難しいのも出てくるんですが、ひとまずこれの扱い方をぜひね、ここで覚えてください。では今回は高校数学数2の等式の証明丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、等式の証明もう一本だけ取るつもりなので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。